い、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回は商品レビューなんですけども、ウクレレケースですね、クロスロックのグラスファイバー製のハードケース、 CRF の 1000CU というモデルなんですけども、あれどっかで見たことあるかなと思った方いらっしゃると思うんですけども、実はこのケース、3つ目のレビューになります。以前レビューしたものはですね、はい、これですね、テナー用です。はい、もう一丁ソプラノ用です。今回はコンサート用のケースですね、新たに、購入しましたのでレビューをさせていただきたいと思います。まあ、作りはですね、テナ用ソプラノ用と同じ感じなんですけども、仕様が若干新しくなったみたいで、ここの金具ですね、これ見ていただくと、画面でわかりますかね、ガンメタになってるんですね。今まではブラックだったんですけども、ちょっと比べてみますね。はい、こうやってみると色の違いが分かりますか。上の方はソプラノの以前のケースなんですけども、この金具の部分、ラッチの部分ですね、これがブラックです。前のはで、今のちょっと光ってますよね、ガンメタですね。はい、それと伴い、ここの金具、ストラップの金具の部分、これも同じ、ガンメタの色になってます。ブラックは若干剥げるんですよね。前のブラックの、この金具類は、しばらく使ってると剥げるので、こっちの方がなんか剥げなさそうな、しかも若干色合い的に高級な感じになってます。見た目的に高級ですね。で、この締め具合、これが今までのモデルよりもなんかこの動きが滑らかで、前のも滑らかですよ、さらに滑らかな高級な感じになってます。はい、でこの持ち手の部分は前のと同じ感じです。最初のうちはここちょっと分厚くて、硬い感じなんですけど、持っているうちに柔らかくなってきて手に馴染んでくるというこの持ち手の部分ですね。で、中身開けてみましょう。はい、中身はですね、特に変更はありません。今までのと同じような感じで、スポンジがきっちりと入ってまして、で ABS 製ですので、かなりがっちりしっかり通してます。でここの部分でですね、これわかりますかね、ゴムでしっかりとパキンとはまると、少々の雨でも中にまで水は漏れないと思います。それからここ、小さな小物入れがついてる感じですね。ウクレレ入れてみましょう。はい、コアロハのコンサートウクレレです。こういう感じで、でちょっとこれスポンジでグッと押し込むと入る感じが、これまたちょっと高級でいいですよね。はい、でこんな感じでしっかりとロックできると。はい、それから、ここに鍵ですね、鍵付きのラッチが1個ついておりまして、はい、このストラップですけども、付属で2つついておりまして、リックにのようにかけて背負うことができるんですね。で、この金具の部分は高級な感じのガンメタの色になってるんですけど、ここら辺は前のと同じですね。前のと同じと言っても、これがしっかりしておりまして、車のシートベルトですね、的な感じのこの布具合。はい、すごく非常にしっかりとして滑らかで、こう折り曲げても折り型のつかないような車のシートベルトそのままな感じですね。で、この肩の部分のパッドなんですけど、裏側がメッシュになっておりまして、汗かいても蒸れないという、はい、でしっかりとしたこのこういう感じのものになってます。で、そのストラップを留める場所がこことここ、まあ肩からこうやって下げる方は、はい、この2箇所につけていただくということになっておりまして、でリックとして背負いたい方はここですね、ここに金具がありますので、ここと先ほどのこのサイド部分で、もう一個こっちとこっちでつけていただくとリックとして、背負うことができます。でも BJ はですね、だいたいまあこうやってここでこう
こういう感じで持つ方が持ちやすいかなと思いました。今までこの上にかけてたんですけど、上にかけてるとこう肩からこう外れていくんですね。で今やってみると、ここの部分にかけますと、こうやってうまい具合に、こうですね、基本的に BJ はこのケースを持つときに背中にこう背負うのではなくて、前側にこうやって持ちます。ここですね、このお腹のこっち側の肩のとこに入れて、こうやって持ち歩いてます。はい、そうすることによって電車移動なんかの時でもウクレレが人に当たったりとかですね、でまあ物にぶつけたりっていうこともなく、こう内側にホールドして、持ち運べるので、こういう感じで割と持ち歩いております。でまあ首回さなくても、まあこっからこうかける感じ、まあこれをもっと短くしますよ、こういう感じでこうやって持ち運んでます。はいはい、これでソプラノコンサートテナー用となってるわけなんですけども、はい、まあ、下から順番にテナー、真ん中コンサート、今回のレビュー文ですね。でその上が、ソプラノということになって、3つとも同じ色で同じもので揃えてるんですけど、これは非常に気に入っておりまして、まあ普段の練習会もそうですが、ライブなどの、時でも、これだと安心して持っていける、はい、多少こうね、ぶつかっても平気という感じですね。バイクで移動することもあるんですが、これに入れてカバンの中に入れて持ち運んでおります。一回ですね、車に積むときに落としてしまって、ここら辺がソプラノ用なんですけども、落としてしまった跡がこれなんですけども、やはりしっかりしてます。高いところガタンと落としたんですけど、中のウクレレは全然問題ない状態でした。こういう ABS 製のケースですが、クロスロックとアランフェスがあるんですけども、 BJ はクロスロックのこのくびれた感じ、はい、とここのこの引き締まった感じと、なんとなくこう丸みのあるレスポールのような、このなんていうんですか、感じと、見た目シルエットも含め全部これの方が好きなので、3セットとも、これしかも色も白ということで、まあ、他にもバリトン用の黒も、レビューしたんですけども、はい、黒もいいんですが、この白ですね、はい、清潔感もあっていいかなと。なかなか白のケースも珍しいですもんね。黒のケースっていうと大体昔からある感じのイメージがあるので、どちらかというとこの白がいいです。で色付きのおやつよりも白の方がいいかなということで、白のケース、はい、全部持ってます。なんとなくスターウォーズに出てきそうな感じですけどね。はい、BJのウクレレ講座でした。今回は、ケースのレビューさせていただきました。これちょっと値段は張りますが、中のウクレレをしっかりとホールドしながら移動できるというので、万が一の、事故とかの時も安心だと思いますので、おすすめです。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今は瞬きも